チャンピオンが、いよいよ田口成田グミヤングライオン with T 意識してチャンピオンが意識して本気出したでしょう今日、本気出してきたよこの前よりチャンピオンが、十分ヤングライオン with T、いよいよチャンピオンチャレンジする、チャレンジしてこいってことでしょチャンピオンは、本気を出しましたよチャンピオンが今日は、この前よりも厳しかった攻めが、チャンピオン本気出したってこと、本気を出させるぐらい、前回より今日の方が、良かった前回厳しい戦いだったから今回前回よりも力出してきたってことヤングライオン with T 成田誰でもいい成田でも海野でも八木でも、誰か挑戦しようぜああ今日の試合は何もねえな別にいつも通りだおいそれより高橋ひろむどこ行ったえ見かけないっすねああそれともう二人はいいか、まあ、あいつら眼中ねえからな他の二人やなああ全然絡んでこないですからねああ欲しいのかどうかも分かんねえ、ね、最初あれだけ このベルトにお前執着があるようなこと言っといて今自分の手元になくなったらお前触んねえのバカだね何も伝わってこねえなあいつらこのベルトにああまあ何回でも何十回でもやってその分叩きのめしてやるからなそういやさっきじゃねえかこの間ださっきやってた編集者が若いのと一緒にこれ挑戦してもいいんじゃないですかって言ってましたけどやらせますよどうせ次来ねえんだったらそれこそでも顔じゃねえなあいつらバカ野郎第一試合でさかさかお前若手の何指導者なのかな一緒にやってるだけで挑戦できるようなベルトだったっけこれって IWGP じゃないの他に欲しい奴らもいないのおかしいな俺たちの方がよっぽどこのベルトに愛着あるんじゃねえかな